えー、こんにちは。黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、楽曲解説で All of You という曲を、えー、ちょっと前に、えー、All of You の演奏をラブリーでやったやつをあげたんですけど、この All of You ちょっと演奏の、えー、ポイントが面白いところがいろいろあるので、ええーま、聞くだけで、あ、こういうことがあるんだって思うだけで、えー、演奏能力が上がるというか、ま、結構ちょっと知識合戦なので、そういったお話を。なんで、元々の、まあ、 オロブオユってどういう経緯で作られた曲なのかっていうお話をしていきたいと思います。まずあの、コールポーター作曲ということでですね、映画シルクストッキング、まあもともとミュージカルのために作られたんですけど、これはあの、えー、映画の二の地下っていうのがあってですね、その二の地下の,のミュージカルバージョンを作って、それをこう映画化したものがあるんですね。両方ともプライムビデオで見れるので、ぜひ見ていただきたいなと思いますが、えー、まあマイナス・デビスのアレンジが非常にこう、 えー、まあ、よく知られていて、えー、知らないとセッションでやるとこの曲どうやってるかわかんなくなるっていうことで、まあ、こういったルールを知っておくっていうのはもう、もう僕らがやるときはもうこれは知ってるものとして始まっていくので、知らないとぐちゃぐちゃになるというやつですね。僕もこれぐちゃぐちゃになったことが、知らないでやってて、えー、今どうやってんだろうっていうふうになったことがあるんで、えー、このルールを覚えておきましょうということで、始めていきたいと思います。 はい。1950年のシルクストッキングスのために、えー、コールポーターが書いたっていうことですね。シルクストッキングスっていうのは、まあ、さっきもお話しした通り、えー、ミュージカルなんですけど、えー、二の地下っていう映画の、まあ、焼き直しのミュージカルですね。なので、サウンドオブミュージックのね、あの、あれと一緒ですね。あれは五大ュっていう映画があって、で、その映画をこう、まあ、ミュージカル版にしたっていうことですね。 で、まあ一番有名な曲なんですが、56年あたりから作曲活動をやめてるんですね。なので、晩年の作品に当たります、えー。もう奥さんも亡くなられたくらいですね。奥さんが亡くなられる頃に、まああの、作曲してる曲なので、58年にその後義足になっていて、もそこからもうほぼほぼ作曲はされてないということでですね。まあ、コールボタの作曲というのはメジャーマイナーを行ったり来たりすると,とっても綺麗な曲なわけで、僕は非常に好きな曲なんですけど、 で、絹の靴下っていう、こう、まあ、シルクストッキングする。まあ、砲台が絹の靴下ってやつで調べてもらうと出てくると思うんですが、グレタ・ガルボ出,出演の二の地下のミュージカル版ですね。フレッド・アステアとシド・チャリシーが主演してるんですね。シド・チャリシーがめちゃくちゃ可愛いんですけど、なんか見とれてしまうぐらい可愛いんですけど。で、ソ連から来た女性との恋物語。ちょっとソ連の風刺映画とかそういう感じなんですけど、もともとはね。 で、まあ、彼女を口説くときにこの歌を歌うんですね。まあ、もう定番ですよね。あの、この当時の、えー、ミュージカルの、えー、こう、女性を口説くときに、こう、歌った曲が結構、ジャズの有名な名盤名曲になっていくっていう形なんですけど。で、ニノチカっていうのはもともとグレター・ガルボーですね。えー、メルビン・ダグラス主演で、ね、メルビン・ダグラスかっこいいんですよね。で、グレター・ガルボーがもうめちゃくちゃ可愛くて、これも見とれてしまいますね。これもプライムビデオで見れますね。 えー、そういえばですけど、マットヤミさんの別名っていうか、松田聖子さんとか、あと、えー、薬師丸ひろこさんに楽曲提供したときには、えっ、ー、と、この、クレタ・カルホっていう名前で出てるんですね。これこの、グレタ・ガルホの、まあ、パロディというか、で、まあ、意味的には、えー、孔病を垂れる稲穂かなの逆、重くなってくるんじゃなくて、まあ、軽音楽だから軽くっていう意味も込められてるそうですね。 えー、ああいう、ものすごく知的な名前付けがですね。まあエダガー、江戸川、江戸川蘭方もですね、江戸川蘭方でしょ。この当時は皆さん、こう、知的な、えー、なんかこう、ペンネームみたいな付けられるんだなっていう感じですね。このペンネーム付けようかなとかね、ちょっとしようかなと思います。もともとグレータ・ガルボって本当に笑わない女優って言われてたんですが、ものすごくこうね、笑うシーンがあって、で、それで笑って彼女の心が溶けて、それからどんどん,どんどん笑っていくんですけど、ガルボ・ラフズって書かれたくらい。 えー、めちゃくちゃ可愛いんですよ、これが。なんか、ハッとするぐらい可愛い感じですね。えー、この、二の地かっていう映画も、まあ、でこの時はもうもちろん、オーロビュー全く関係ないですけどね。これは元々原曲ですね。で、マイルス・エリスのアレンジっていうところで、ポイントがですね、まあ、この、こっちですね、コーラスの最後に逆循環を繰り返すっていうのは、マイルスはこれを結構よくやるんですけど、えー、これを覚えておかなきゃいけないですね。レコーダー200で置くと,ところに決めがある。これ覚えておいた方がいいなと思うところをちょっと紹介しますね。 譜面はちょっと僕書いてみました。こんな感じですね。で、メロディーが A メロ、B メロ、A メロ、C メロっていうふうに、えー、まあ、こういうふうになってます。ずっとこれを繰り返すんですが、ここの、だん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 でこう、まあ、クリシてでこう、ベースラインが降りてくると、ここに、うたー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 、じゃーん、ん、じゃっじゃーんっていう決めが、結構、あの、暗黙の了解で、 やるかもしれないし、やらないかもしれない。だから、ドラムだけやってもいいし、ベースだけやってもいいし、ピアノだけがやってもいいし、2回目はそれを1回聞いたことによって、じゃあベースも一緒に合わせたりとか。1回仕掛けた人間はもう2回目やらないとか。こういうのすごくやってますね。トニーなんかそうですね。あの、うっちゃん、うっちゃんってやっといて、ちゃっちゃんは自分はやらないとかね。結構こういうこと。だから、こういうのが来るよっていうのを知ってることによって、 こう、誰かがきっかけを出したらそっちに行くし、えー、きっかけだけ出して自分はここをやらないと、この最後の結末は人に言わせちゃうっていうこともできるみたいなね。ここはちゃんとの面白いところですね。だから、アドリブやってる時も、ここの段来た時にはこれが起こるかもしれないっていう待ち受けみたいなのがあると、なんかその、膨らむって感じですね。で、演奏ずっとこうアドリブ、 メロディーが終わったら、ジャズの場合は、ずっとこここの上のコード進行を見ながら、こう、アドリブをしていくんですが、最後、ここで、多分ね、合図か、メロディーらしい、えメロディー。なんかこう、ここ、ここに前ですか、それっぽいメロディーを弾くと、ここ、ここかなこの辺にそのフレーズが来るんですが、そうすると、ここに C7 っていうのを入れると、これ逆順っていうんですね。で、1625っていうのが、要は、これ、ジャズのこの、 コード進行で言うと、この F ってファなんですね。で、これ C のフラット、えっ、ー、と、ミのフラット、で C ってやつなんですけど、これはドなんですけど、ここに6を入れる、ここが1なので、ここに6を入れると、ドシー、ダーソー、ファ、ファーミー、レー、ドーシー、シー、ダーソー、ファーミーっていうふうに5個ずつこう、綺麗に落ちていくっていうか、4度上昇とも言えるんですけど、えー、ドレミファ、ファソラシ しどれみ、みたいな感じで。そうすると同じこう感覚で動いていくので、綺麗な進行にこう、循環、循環っていうんですけど、ずっとくるっと回っていく。この音を入れることによって、だから、一6を入れることによって、2、5、1っていうのがこういうふうにこう、階段みたいになっていくんですよ。 で、これを循環って言うんですね。で、逆循環って言うと、たまにね、5261だと思ってる人がいるんですけど、えっと、前半と交差をひっくり返して、2516ですね。251っていうのが、まあ、ジャズで言うよく251って言われるやつなんですけど、これで話が終わった感じがして、終わらせねえよっていう感じで C7 入れるんです。そうすると、これずっとこれ循環するじゃないですか。このいうのに逆順と言います。で、ここの逆順に行くよう普通はアドリブでここを繰り返すんですけど、 えー、こう繰り返してから逆順に行く。どっかの、どっかの合図で逆順に行くって感じなんですね。なので、えっ、ー、と、まあ、コーラス最後に逆順で、というか、これは、イファイアーベルっていう曲も同じ、えー、感じなんですね。これはちょっと単三度上がるという、決めがあるんです。決めを挟んだらまた逆順に繰り返すっていう形になるんですが、あの、ラウンドミッドナイトっていうマイルスの有名なアルバムの、えー、中でやってるオールオブユーでは、マイルスはね、ワンコーラスと数え抜いたんですけど、逆順やってるんですけど、 あれ、ワンコーラスやったらもう逆上に行くって決めてんのかなと思ったら、テナーサクスとピアノで、ね、ツーコーラスと逆上に行ってるんですね。なので、多分、だからこれは決めてなくて、えー、なんか合図があったところで、多分音がきっかけらしいと思えるけど、これはもうミュージシャンにいろいろ聞いてみたんですけど、この曲はちょっと怖いなみたいな。やっぱりちょっときっかけ、音だけできっかけだと、アドリブの一環かもしれないから、多分その、 一番下の段に行った時に逆順に行くかチラッとソリストの顔は見るかなって結構多くの人が言ってました。なので多分9歩出してるんじゃないか。マイルスだとちょっとこうやってやるとかね。もう見逃したらもうどうしようもないみたいな感じだと思うんですけど。 マイルスの場合、なんとなく僕わかるんですけど、だからこう、マイルスなんかすごい説得能力あるから、じゃあ、例えばこう、いろいろ探してみたんですけど、どの音を弾いたらそこに行くのかって言うと、なんとなく特定もできないんですけど、なんとなくそこに行く感じがするんですよね。これはなんかわかる人があったらぜひ教えてください。なんか5度の音を出したことによって、その、えっ、ー、と、251の5のところで5度の音弾いたら、 なんか、一六って行きたくなるみたいな感じもするし、でもそうでもないような気もするし、みたいな感じなんですけど、どちらにせよ、ま、多分合図を出して、えー、こういうふうに演奏するんですね。だから、こういう譜面を渡されるんですけど、ここには書いてないんですよ。ここ逆順で繰り返すとか。ここにはこの決めも書いてないんですよ。書いてないんだけど、勝手に行われるっていうのが、これジャズのすごいとこで、えー、知らんお前が悪いと言われてしまうんですね。なので、えー、ま、こういう名盤のこの、 こういうのをなぜやるかって、こうやると、まあ、サウンドが広がりやすいってことですね。それを、まあ、情報収集しておくことによって、まあ、うい人っていうのはみんなそういう、こう、サウンドをより良くするための、やっぱり部品をいっぱい持ってるってことですね。こういうのをたくさん曲ごとに覚えているってことですが、オロビューは、まあ、これぐらいのことはみんな暗黙の了解で知ってて、いちいち説明しないけど、まあ、ここは、あの、ただ逆順に回さない人もいるんで、あの、この曲を渡して、えー、最後、 逆順にしたいですっていう。だから僕がちょうどラブリーだった時も説明は all of you 不明も渡さずに、最後の4小節、あの、合図で逆順にやるやつやろうぜっていう風に言ったら、まあこれとかも勝手に決まってたしっていう形で演奏をしております。注釈の方にですね、僕の演奏も貼っておきますし、マイルスの、まあ有名な2つのバージョンのやつも貼っておきたいと思いますので、ぜひまあ聞き比べたりとかしてみてもらうと面白いかなと思います。 はい。というわけでですね。音で進行方向が変わるということで,ですね。これはだから僕が最初の、一番最初のジャムセッションに行った時に結構洗礼を浴びたというか、これ、イフアイアペルをやったんですけど、自動的にみんながその、そっちの方に行ってて、分かんないじゃないですか。で、ジャズを繰り返した時っていうのはずっと32で数えてるんだけど、絶対違うところで止まってるんですよ、みんな。なんで止まれるのとか思ったりとかするんですけど、えー、そういったこう暗黙の妖怪っていうのが結構あってですね。逆順っていうのがあると、えー、っと、 ララララってメロディーが来るとそこでブレイクして次の人っていうふうな形になるんですけど、要はある音が、ある合図が来たらそこを繰り返しになって、次のこ,このメロディーが来たら止まるっていう形の、そういう暗黙の了解があるんですが、えー、音で進行方法が変わる。まあ音とか合図とかで、えー、進行方法が変わるんですよ。これがジャズのまあなんか面白いところで、よく聞いてることによってあの理解できるというかね。 だから、その他の空気によって変わるって感じですね。もちろん演奏32小節も変わるけど、進行方向自体が、進む場所が変わってしまうっていうのはね、この2曲はちょっと特に特殊なので、覚えておかなければいけない曲だと思いますので、えー、まあ、プレイヤーの方は、まあ、知らなかったらぜひ覚えておきましょう。えー、聞く人もですね、あ、ずっとここ繰り返したりるんじゃなくて、あ、ここ繰り返したりするんだっていうふうなの耳で、ね、聞いてもらうとね、えー、面白いんではないかな。僕のあの、えー、ブログの方でですね、 えー、その前、まあ、そのどの辺で変わってるかっていうのを多分タイムテーブルで出しておきますので、えー、ブログ読んでいただければ面白いかなと思います、えー、というわけで本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします 私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。